宇都宮さんがやってきたことの凄さが、そのサラキーの話だったり、何十年も時間かけてやってらっしゃるから、なんか私なんてやったことなんて本当に小さなことだなっていうか、本当に一瞬しかやってないし、なんか本当宇都宮さん根気強いなって本当に今回思いました。はい、そしたらです、かみさん、ぜひ、後で時間を必ず作りますので、ご登場いただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございまし今日はた。ありがとうございまあしりがとうた。ございます。失礼します。はい。そしたらですね、皆さん、一度ここで休憩を挟みますが、その前にですね、宇都宮さんが、この後ですね、これちょっと紙ですいませんけれども、映ってますかね。まあ、今日8時までマイクを出せる、音を出せる回線があるということで、その時間の最後、宇都宮検事凱旋ファイナルということでですね、7時半から都内某所にこれから移動します。どこかっていうのはその時に、7時半になったら皆さんにもお分かりかと思いますが、本当にたった一人でも、路上に立ってですね、マイクを持って話すと。まあ、これは宇都宮さんの本当に基本の姿勢なんですけども、ネットでもちろん配信をしますので、この後休憩して7時半からぜひ楽しみにしてください。それでは宇都宮さん、都内某所に行ってらっしゃいということで、皆さん送り出しましょう。じゃあ、行ってらっしゃい。はい、では休憩いたします。何の番組？それを最後に言ってもらおうかと思って。かけることはできるかな。じゃあ、間に合ったらメッセージ。分かった分かった。私は今の小池都政に怒りを感じています。子どもたちや障害者、お年寄り、弱っている社会的に弱いマイノリティと呼ばれる人たちのための政策は小池都政からは何も聞こえてきません。そして私は病院関係で働いていますが、今小池都政がやろうとしている都立病院、保社病院の動向が本当に許せないと思っています。今コロナで一番奮闘してくれているこの病院関係の人たちにどういうつもりで動向化を進めているのか、本当に腹が立って、このままこの罪も小池都政が続くのかと思うと、私は手も立ってもいられません。そしてそれに代わるのは宇都宮健さんしかいないと思っています。子どもたちの未来のために今大人が選挙に行こうと訴えている宇都宮さんを、私は希望を持って応援したいと思います。子どもが将来のびのびと未来に希望を持って生きていけるように、少人数学級の実現を宇都宮健さんに託したいと思います。大学生の手元の絵です。今回、大学の授業料のために私は奨学金を4月から借りました。奨学金借りたことにより、大体授業した後には80年間の奨学金を返すことになっています。この大学の短期の問題は多くの大学生の問題になっています。今回宇都宮健さんが短期の問題を最初の緊急通達として挙げてくれたこともすごく嬉しいなと。まあ、すみませんね、もう、もう何でも言ってください。いやいや、早急に復旧しましたから大丈夫ですか。はい。
都知事候補の宇都宮健二です。皆様いつも温かくございます。選挙戦も終盤に入りました。ぜひ皆様の、ご家族ご親戚お友達に支援の輪を広げていただければと思っております。そして全国の皆様ぜひ東京の在住しているお友達やご親戚、ご家族の、支援を呼びかけていただければと思っております。ここ数日間の頑張りに選挙戦の機運がかかっております。よろしくお願いします。私も最後まで都民の命と暮らし人権を守る都政を打ち立てるために頑張りたいと思っております。よろしくお願いします。私はこれまで弁護士として社会的経済的弱者やマイノリティの権利を守るための活動をやってまいりました。で、その意味は社会的経済的弱者やマイノリティが人間らしい生活ができる住みやすい社会は全ての人にとって住みやすい社会人間らしい生活ができる社会だと思うからです。コロナ災害は今の社会の在り方の問題点を浮き彫りにしました。これまでの社会は国民や市民の命や暮らし人権よりも経済的効率性ばかりが優先された。このような社会は自己責任が問われる社会でもありました。私はこのような社会を転換する必要性が今迫られているんじゃないかと思っております。経済的効率性よりも国民や市民の命や暮らし人権が優先される社会自己責任よりも社会的連帯支え合いが重視される社会にしなければならないと思っております。そのような社会こそが一人一人が希望の持てる社会ではないでしょうか。都政もその通りです。都民一人一人が希望の持てる社会にするためにはもっともっと都民の命や暮らし都民一人一人の人権が大切にされる社会的連帯が重視される都政でないとダメだと思っております。そしてこのような都政を選ぶかどうかが今回都知事選で問われております。都知事選の主人公は私は候補者ではなくて皆様方有権者お一人お一人だと思っております。そして隠れた主人公は今選挙権を持っていない子どもたちお孫さんたちだと思っております。子どもたちお孫さんたちに希望の持てる社会希望の持てる東京を残すためにぜひ投票に行っていただければと思っております。そして私宇都宮健二に一票を投じていただければと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、宇都宮健二です。7月5日に行われる東京都知事選に、出馬表明をしました。私はこの間、7年間近くにわたって都議会の傍聴をしてきました。また都政の勉強をしてきました。また仲間の皆さんと一緒に、2回にわたって、韓国のソウル市の改革を調査して、行政自治体の在り方等も、勉強してきました。こういう勉強する中で今回市民の皆さんから、ぜひ、7月5日に行われる都知事選に出馬していただきたい、それから、そういう要請をした市民の皆さん都民の皆さんがさまざまな都民の声を集めてこういう政策を実現していただきたいという要請がありましたので徐々に出馬の意思を固めてきました。出馬表明については東京都がコロナウイルス感染症の関係で緊急事態宣言下にありましたのでその宣言が解除された時に、表明をしようと思っていたところ5月の25日に宣言が解除されましたのでその際、ツイッターでですね、私もツイッターができるようになりましてツイッターで出馬表明をさせていただきました。2日後の5月の27日11時から、都庁記者クラブで、都知事選出馬の記者会見をしてきました。
まあ、この時はたった一人で記者会見したわけですけど、まあ記者会見の中でもお話しましたけど、一切の政党とはですね、連絡を取っておらず、また、話し合っておらず、私単独の意思でですね、出馬しようというふうに考えて記者会見を行いました。まあ、その辺は一つは今お話ししました通り、長期間にわたって都政の勉強をしてきた、その都政のありようそのものが、今一番大きな問題になっている貧困や格差の、拡大、こういう問題についてちゃんと向き合っていないと、都民のはい、皆さん休憩が明けました。その前はちょっと技術トラブルがあって申し訳ありませんでした。先ほど申し上げた通りですね、候補者の宇都宮健児は今最後の凱旋、本日の、まあ、マイクが出せる最後の凱旋をするためにですね、都内某所に移動中です。この後7時半から最後の凱旋始めますが、その間はですね、私の方で、ゲストをお招きして、少しお話を伺いたいと思います。このコーナーはですね、まあ、各地で、本当に熱心に宇都宮健児を支援してくださっている方々、まあ、特にですね、いろんな政党に属されて活動している若い方々に登場いただこうと思っております。ご紹介いたします。まずですね、スタジオに来てくださっておりますが、練馬で市民センターの事務局長をされています山岸一生さんです。こんにちは。こんにちは、山岸一生です。よろしくお願いします。はい。そしてズームからの参加はですね、まず、緑の党の酒井さん。酒井さん、こんにちは。はい、酒井さんはグリーンニューディール、グリーンリカバリーのズームの時にもお世話になりました。はい、参加させていただきました。ありがとうございます。はい、それから葛飾区議の、水間さん、こんにちは。こんばんは。はい。ミュートになっているので、ちょっと音をオンにしてもらえますか。すいません。いえいえ、ありがとうございます。そしたらですね、ちょっと7時半になったら、その凱旋の方に切り替えたいと思うので、はい、お一人がまずお話になるかなと思いますが、最初に酒井さんの方からですね、まあ、どういう活動をしているのかということや、なぜ宇都宮さんをこう一生懸命応援してくださっているのか、何を期待しているのか、といったことを少しまとめてお話ください。お願いします。はい、わかりました。時間としては3分ぐらいですか。そうですね。まずじゃあ3分ぐらいお願いします。はい、わかりました。緑の党に所属しています酒井優斗と申します。で、普段はまあ緑の党の中で政治とまあ環境問題とかそういったものを結びつけたりとか、まあその結びつけを情報発信したりいろいろとしているところです。で、まあ、僕がですね、まあ、今回、宇都宮健児さんの応援をしている理由として、選挙公報を読ませていただいたんですけれども、まあ、選挙公報の中に、気候変動対策、CO2 削減を迅速に強化し、緑と都市農業を守るということを宇都宮さんが掲げられてまして、選挙公報で気候変動対策って明言されている方が、宇都宮健児さんしかいなかったというところで、僕は宇都宮健児さんを支持しました。まあ、今結構世界は危機的状況にあって、まあ、コロナウイルスとか大変だと思うんですけど、コロナウイルスの発生源わからないですけど、21世紀入ってからの感染症って全部コウモリから発生してて、ただそのコウモリって別に悪いわけじゃなく元から菌持ってるんですよね。でも、森と人間が住むところが離れていたからかからなかった。けれども、人間が自然を破壊してしまったから、そこの森の感染症とかがどんどん広がっていってしまって、まあ、人間社会に来て今こういうふうになってると。だからこそ、まあ、その気候変動対策を行うことであったりとか環境を保全していくことっていうのは人間が幸せに生きていく上で不可欠なことなんですね。でそこに気づかれているのが宇都宮健児さんだなっていうふうに感じたので宇都宮健児さんをぜひ支持したいなと思いました。感染症だけじゃなくて例えば今日は球磨川氾濫されててすごい大変なことに九州はなってると思うんですけど、そういう増水ゲリラ豪雨が増えているのも気候変動のせいですし、夏に熱射病になったりとか他にも海水上昇とかがして東京って水没して何百万人という人が住居を失うっていうふうに言われてる中で
その気候変動がこれから起こりゆく未来の中でも、そこを未来を見据えて、で人の声に耳を、人の声に耳を傾けて政治を行っていけるっていうのは、宇都宮健児さんしかいないなと思ってます。僕は結構外宣を今回手伝わせていただいてて、宇都宮健児さんが外宣する場に大体もう30回ぐらいは行かせてもらってるんですけど、毎回その前に話された市民の方の話引用されたりとか、耳を傾けてすごく真摯に受けてる宇都宮さんの姿が印象的で、こんなにも人の声をしっかり聞いてくださる宇都宮さんならば、絶対にこの政権をというか都知事になった後も市民の声に耳を傾けて政治を行ってくださるなと思っているので、ぜひ宇都宮健児さんが都知事になって環境政策っていうものをもう意識した包括的な政策を行っていただければなと思っております。長くなりました。以上です。はい、ありがとうございます。酒井さん今どちらですか？事務所の中ですか？あ、そうです、事務所から。はいはい、今後ろにたくさんポスターも貼っていただいている様子が、はい、わかりますけれども、はい、ありがとうございました。それでは続いて、葛飾区議の水間さん、お願いします。はい、こんばんは。葛飾区議の水間と言います。私は、新社会党という党の方に、所属している議員です。で、私自身が、議員になるきっかけは、介護労働者で今まで働いてきたんですけれども、介護保険制度の方が、改正、のたびにですね、利用者にとっては負担が重くなり、また介護労働者にとっても慢性的な人手不足っていうのもあって、私自身もすごい疲弊した状態で働いてたっていうのがあって、やっぱりこの働く立場から言う、政治っていうか、そういう声が議会の中に必要だと思って、新社会党は労働者、働く人に依拠した党だということで、その方向性に私も共感して所属してやってるんですけども、で今回宇都宮健児さんを応援するにあたっては、やっぱり労働政策、雇用政策について、特に見させていただいてます。で特に一番いいなっていうふうに思ったのが、行政のトップ、都知事、また区市町村の区長、首長ですね、と地域の経済団体と、あと地域労働組合、この3社で、労働条件改善とか、賃金のこと、あと雇用の環境についてですね、そういったことを議題にして三者協議を行う仕組みを作るっていうふうに書いてあったのが、私自身も区議会の中でその現場の声をとにかく行政に届けたいっていうので、ずっと私自身もそれの立場でやってきたっていうのもあって、すごく共感したんですね。でしかもそれを、その仕組みを作るっていうことで政策に挙げてくれてるのが、他の候補者には本当にない具体的だし、いい政策だっていうふうに思って、もうこれはぜひやってほしいなっていうことで応援をさせていただいてます。で、地域の方では私を支持してくださっている方や、また市民運動の方たちも一緒になって、凱旋カードとかチラシのを配ったりとか、当選はがきを書いたりとかっていうことで一緒に活動させていただいてます。地域の組合の人たちとも、今回労働相談、生活相談について呼びかける凱旋行動なんも一回もやってて、もうその場で派遣労働者の方がもう2月から休業保障が出てないということで貯金を切り崩して生活してるっていう風に、もうその凱旋をしている場で相談が来るほどなので、本当に今雇用にしても、また住むところにしても困ってる人が本当にいるなっていうふうに私自身は実感してます。はい、以上です。はい、ありがとうございました。本当にですね、宇都宮さんもいろんなところに凱旋に回られてですね、あるいはこういうズームの機会で
すごく現場の声をですね、聞いてですね、よくネットでも話題になってるんですけど、メモをですね、ものすごい取るんですよ。皆さんすごいメモ取ってる。やっぱそれをすぐに演説とか、あるいはその政策にもですね、本当にいろんな運動の方、地域の方の声を反映していたのをですね、まあ私たちも本当にもうずっと目にしてきてですね、はい、やっぱこういう人が都知事になってくださったんですね、うん、本当にこう、みんなが来やすい社会になるなってことを考えています。はい。それではですね、山岸さん。はい。山岸さんのこのフェイスシールドはすごいですね。私もこういうのしてるんですけど、なんかこう、顔全体を、透明だからね、皆さんわからないかもしれないですけど、すごいですね。これ実は自作でして、やっぱりクリアファイルを自分でハサミで切って作っております。メガネにつけるタイプなので、なるほど。私はメガネがトレードマークで活動してますので、はい、メガネ着用されてる方が、もし、お手元になければこういうものを活用するのも、医療資源も限られている中ではありますので、まあ、こういった取り組みも一つの道かなと思って着用してます。はい、一個だけ欠点がありまして、雨が降ると水滴がびしょびしょになりまして。ああ、確かに、ね。宇都宮さんが最初に練馬に来てくれた、はい、告示翌日に練馬に入ってもらったんですけども、はい、日は土砂降りでして、はい、私は後で写真見せてもらったら、誰だかさっぱりわからない。あのマスク野郎は何だというふうに言われましたけれども、でもその練馬駅の街灯がですね、まさに今お話あったように、宇都宮さんがですね、市民の声に直接答えていくっていうことをしてくれたんですね。僕ら、迎える側の練馬の市民センターとして、先ほど事務局長とご紹介ありましたけど、私、事務局の一人と。あ、すいません。ということで、練馬の市民センター事務局長は実はいなくてですね、僕ら立憲民主党、また、共産党さん、社民党さん、新社会党さん、そして市民の皆さんと、皆さんフラットな関係で事務局を今構成しています。で、宇都宮さんをお迎えするときにどうしようっていう話をしたんですけれども、やっぱり、ご本人が喋るとか、政党の代表が順番にマイクを回すっていうことだけではなくてですね、やはり都民、市民の声を聞いて、宇都宮さんが答えるって、そういうふうな選挙戦にしていきたいよねということを考えて、練馬のその土砂降りの場面でですね、コロナの中で本当に収入が減って苦しんでいらっしゃったスナックのママさん、まさに今話題の夜の街の方ですよね。こういった方にお越しいただいて、いかに今厳しいかということを話してもらう。それに宇都宮さんがその場で答えるということをやりました。で、正直私自身は、立憲民主党の練馬の代表として、選挙全力でやろうとは思ってましたけど、宇都宮さん個人は存じ上げなかったんですよね。どういう方なんだろうと思ってた。うん、そのやりとりを聞いて、この人は本当に人の話を聞き、共に泣き、で泣くだけじゃなくって、一緒に戦ってくれる人なんだなっていうことを、確信したんですね。やっぱりうんうんって言うだけじゃなくって、あ、こうすれば変えられますよと。これできますよっていうことを説得力を持っておっしゃる。こういう候補は他にいないなと。共に泣くだけなら、誰でもできるってあれですけれども、泣くことはポーズでもできますよ。パフォーマンスでもできますよ。でもそれを解決していくんだ。一緒に戦っていくんだっていうことができるのは、やっぱり宇都宮さんしかいないんだなということを、私もその場にいて確信をしました。で、練馬の皆さん、本当に熱心。もうその最初の凱旋の前からですけども、その凱旋もあって、もう本当に勢いがついてですね、当初皆さんもお持ちと思いますが、青チラシ、確認団体チラシと僕ら呼んでますけども、はい、青チラシ、はじめ練馬区内3万枚の、配布予定だったんですけども、とても足りないと、事務局の私のところにお叱りがいっぱい飛んできまして、追加で1万枚、8000枚、8000枚で来るうちに気がつけば今、3万枚のところが7万7千枚配っているという状況でして、本当に市民の皆さんが、この宇都宮さんを自分たちの代表として、東京都引っ張ってもらいたいという熱意がですね、すごく大きく今動いて、ここまでやってきました。あと4時間、失礼、5時間弱あるわけですけれども、はい、なんとか全力で戦い切りたいと、一つだけちょっと申し上げたいんですけども、そういった戦いしていく中でですね、ちょっと私の個人的な話で申し訳ないんですが、思い出した場面がありまして、沖縄県の尾長武知事、亡くなった前の知事さんなんですけれども、尾長さんが2014年の沖縄県知事選挙を戦うときにですね、オール沖縄っていう枠組みを作られたわけですね。本当に県民一体となって戦っていこうという枠組みを作られたんですけども、このときに尾長さんこうおっしゃったんですね。そのオール沖縄自体は、政治家が主導して作ったものなんだ。でもいざそれが始まってみると、県民が
自発的に動いていって変えたい、一緒にやろうと変えていって、もう気がつけば県民が先へ行っていた、自分はそれを追っかけてただけだったっていうことを小長さんがおっしゃったんですね。私その時新聞記者を当時していて沖縄にいて小長さんを取材したんですけども、まさに今回の選挙もそうなんじゃないのかなと、政党の立場からすると一生懸命やってるんです、だけれども都民がどん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 先へ先へ行っていて、こんな宇都宮さん知事にしたいって思う都民がどんどん先へ行かれているって、そういうことが起こっていると思います。僕ら最後までだから、これを政党としては全力で市民の皆さんの力を合わせて戦い抜いていきたい、勝ち抜きたいと思っております。はい、ありがとうございました。そしたらですね、今音つながってますかね、現場の方つながってますかね。都知事候補の宇都宮健二です。はい、じゃあこれが選挙戦、はい、始まってます。最後の凱旋ということになります。これを入れて54回の凱旋をやってまいりました。私は6月18日の告示日、第一声をここで挙げさせていただきました。それは都庁第一本庁舎、都政のシンボルだからです。そしてそのシンボルの前、都庁第一本庁舎の前で最後の街頭演説をさせていただきます。まず17日間にわたって選挙戦を戦えたのは、私たちの市民選対員の皆さんのおかげであると思っております。心強い選対の皆さんに対して感謝申し上げたいと思います。また多くのボランティアの方が私の選挙運動を手伝っていただきました。こういうボランティアの方なくして選挙戦17日間戦えなかったと思っております。改めて感謝申し上げます。またここまで戦えたのは多くの野党の皆さんの支持があったからです。立憲民主党、日本共産党、社民党、新社会党、緑の党、それに国民民主党の国会議員の方々、大変支援、多くの方に支援をしていただきまして、心強くありがたく感じております。それに加えて、都内さまざまな地域での市民団体や労働団体の支援の輪が広がり、選挙戦を通じて大変励まされました。改めて感謝申し上げます。私は第一声で今回の選挙は都民一人一人の生存権がかかった選挙なんだということを強調してまいりました。この思いは選挙戦を重ねる中でますます強くなってきております。コロナ災害の下で多くの都民が仕事をしない、住まいをしない、そして営業継続が困難になってきている、こういう事実を選挙戦を通じて各地で街頭宣伝をやる中、現地視察をする中で聞いてまいりました。ご承知の通り、東京都内は3日連続でコロナ感染者数が100名を超えております。今日は131名だったということです。第一本庁舎、なぜ赤くならないんでしょうか。あの東京アラートは何だったんでしょうか。全く基準もなく曖昧なままに都庁第一本庁舎を赤く染め、レインボーブリッジを赤く染め、そして自分が出馬するからといっていきなり東京アラートを解除してしまいました。その後感染者数は増える一方です。私は感染者が100名を超えたということは新たなステージに入ったと見るべきだと考えております。今後ますます感染者が増え、医療崩壊が起こる可能性もあります。それに対して現職の小池知事は的確な対応をしておりません。要警戒、夜の街は警戒、こういう言葉を発するだけでは感染の拡大は止めることができません。
また小池知事のコロナ感染症対策、大変疑問があります。オリンピック延期が決まった途端に感染爆発重大局面といったり、あるいはロックダウン、オーバーシュートといったセンセーショナルな言葉を使ってしっかりやるんだと、こういうことを都民に見せてきました。 しかしながら私たちが調べたところ、実はオリンピックが延期が決まった3月24日以前、相談件数は急激に増えてました。これに対する対応、きっちりとした PCR 検査全く行われていません。最高120件の検査が行われているだけです。明らかに初動対応を行ったといえます。この初動対応の遅れがその後の感染の広がりにつながっております。そして今回も東京アラートの解除は自らの都知事選出馬に合わせて解除しただけであって、何ら科学的な根拠、客観的な根拠なくして解除してしまってます。小池知事の恣意的なコロナ対策、あるいは政治的思惑に満ちたコロナ対策は、真に都民の命や健康を考えたコロナ感染症対策だとどうしても思われません。さらに感染症対策にはその備えが必要です。インフラの整備が必要です。ところがその感染症対策の一番重要な役割を果たす保健所の数を、この間東京都はどんどん減らしてきております。人員も減らしてます。最大時に71箇所あった保健所を31箇所まで減らしております。その結果、感染症拡大の中で保健所への問い合わせが集中して保健所はパンク状態になりました。もし小池知事がこれからのコロナ感染症に備えて、コロナ感染第2波第3波に備えてしっかり取り組むというのであれば、保健所の拡充、人員の拡充、これなくして対応はできないはずです。ところがこのような具体的な対策は全く取っておりません。また都立病院、公社病院は都内の感染者の約7割を受け入れております。民間病院がコロナ感染症患者を受け入れた場合、一般外来の患者が減少をして経営は赤字になり、病院維持が困難になってます。このような時だからこそ、都立病院、公社病院をしっかり直営で維持をして、むしろ拡充強化することが必要なんです。ところがこの都立病院、公社病院についても、小池都知事は実質的には都の直営から外して民営化につながる独立行政法人化を進めようとしております。感染症対策のしっかりとしたインフラ基盤となる保健所や都立病院、公社病院の充実強化をなくして、第2波第3波には対応できません。このような小池知事の政策を見ていますと、本当に都民の命や健康を守っているのか、守ろうとしているのか、疑問に思います。このコロナ感染症対策、第2波第3波に向けて極めて重要な対策は、 PCR 検査数の抜本的な強化、検査体制の強化ということです。現在に至っても東京都の検査数は1500件から2000数百件、1日1500件から2000数百件にとどまってます。これではきちっとした対応ができるはずがありません。私は検査数を直ちに1万件、早い段階で2万件の検査体制を伸ばすべきだと考えております。そして PCR 検査が徹底して行われる、それなくして経済活動、社会活動の両立はありえないと考えております。とりわけ病院や学校、介護、福祉の現場で
速やかな検査が行われるような体制づくりが急務だと考えております。病院の院内感染を防ぐ、学校や介護現場のクラスターを防ぐ、そのためにも検査体制を強化する必要があります。小池知事は私たちの公開質問状に対して十分検査はやってる、そういう回答でした。しかしながら現在の最大の検査数は3100件、だいたい2000数百件にとどまってるんです。これではきちっとした対応ができるはずはありません。また経営が困難になっている民間病院に対する財政的な支援も重要です。さらに医療従事者に対する支援、医療器具、防護服やマスク、こういうところに対する支援も充実強化が必要です。私はオリンピック問題については専門家や WHO が来年の開催は困難だと、オリンピック・パラリンピックの開催は困難だと判断した場合は直ちに IOC に働きかけてオリンピックの中止を求めます。そして延期で必要な予算は、延期によって必要とされる予算は、その予算をコロナ災害で被害を受けた都民の支援に回すべきだと考えております。したがってそのような判断はできるだけ早期にすべきかと思っております。今年の秋ごろまでにもそういう判断が専門家委員会やあるいは WHO の方で判断できるはずです。それからカジノの問題があります。小池さんはカジノで稼ぐ東京を実現しようとしております。インターネットテレビの公開討論で小池さんはカジノについては三角、反対とも賛成とも言わないで三角をつけました。メリットデメリットを今考えているところだと。ただ今の段階でノーと言えないのは導入する可能性が極めて高いと私は判断しております。カジノというのはどういうものでしょうか。日本語で言えば賭博であり博打です。刑法で禁止されている犯罪なんです。このようなカジノは負けた人の犠牲の上に成り立っている商売です。負けた人が多いほどカジノは儲かるんです。そして負けた人の中には自殺を図ったり一家心中を図ったり一家離散になったり、その人自身がホームレスになったり、あるいはカジノの周辺では反社会的勢力が暗躍をして犯罪が多発する危険性があります。とても子どもの教育環境がよくいいとは言えません。むしろ青少年の教育環境悪影響を与えます。そして今カジノの候補地として一番有力視されているのが、私が住んでいる江東区の青海地区、青い海の地区と書きますけど青海地区なんです。私たちは人の不幸の上に立つ経済成長なんかをはありえない、このような政策自体が政治家としては堕落、道徳的政治的な堕落なんだということで強く反対運動を展開してきております。もちろん私が都知事になったら直ちにそういう誘致は中止します。当然1000万円もかけてそのデメリットメリットなんかを判断する必要はないんです。東京都にはカジノはいりません。日本中のどこにもいりません。こういう政策を東京都から進めてまいりたいと考えております。私はこれで3度目の出馬になります。何回もよく出馬するなという人もいます。でも私は都知事になってやりたいことがあったんです。そのために何回も出馬しております。もし2012年以降に選出された都知事が私のやりたいことを実現していたのであれば、もしかしたら今回は出馬しなかったかもしれません。
ところが2012年に私が掲げた政策はその後の都知事によって全く実施実現されておりません。私がやりたいことはまず都内の小中学校の給食を完全無償化することです。現在子どもの貧困問題が大きな社会問題になっています。日本の子どもの7人に1人が貧困状態にあります。このような問題にしっかり取り組もうという子ども食堂の取り組みが民間レベルで広がっています。全国でもう3000箇所以上できているようです。これは素晴らしい取り組みです。隣にある貧困の問題についてしっかり考えて支援の手を差し伸べる、こういう活動は大変評価されるべきだと思っております。しかしながら子どもの貧困問題に真っ先に取り組むべきなのは国や自治体だと考えております。それをまず国が先陣切ってやるのが普通の国の政治です。ところが日本の政治は腐ってます。全くそういうことはやってないです。子どもの貧困対策を法律だけ作って何もやってないです。私はまず東京都の小中学校の給食の無償化を実施したいと考えております。それから東京都立大学の授業料を半額化し、将来的には無償化したいと考えております。日本は高等教育の授業料、世界的に見ても大変高いです。その授業料が払えないために多くの大学生が奨学金という教育ローンを借りてます。そして社会に出てからその奨学金が払えなくて困っています。現在奨学金破産が急増しております。日本は国際人権規約、社会権規約を批准しております。この中には高等教育の無償化に努めるという条項があります。本来ならば国が率先して大学の授業料を無償化しなきゃいけないんです。ところがそういうことを全くやってないのが今の政権なんです。今回コロナ禍で大変傷ついた学生たちはせめて授業料を半額化してほしい、こういう要望を出しています。また学生のアンケートによりますと、両親の収入が減った、自分もアルバイトの仕事がなくなったと、大学の退学を考えている、こういう学生が5人に1人に上ってます。このような学生を支援するためにも、また国際的な条約の責務を果たすためにも、私は将来的には大学の無償化をすべきだと考えております。ヨーロッパや北欧の諸国の大学はほとんど無償になっております。東京都立大学50億円あれば無償化できます。25億円で半額化できるんです。現在の東京都の予算、一般会計特別会計を合わせても15兆4千億という巨大な規模の予算になってるんです。これはスウェーデンの国家予算を上回ってるわけです。この中から50億や25億が捻出できないはずはないです。東京都がまず都立大学の授業料の半額化し無償化すれば、これは全国の大学に波及します。国の大学政策、高等教育政策に大きな影響を与えます。この東京都の取り組みを突破口にして全国の大学の無償化を実現したいと考えているわけです。私が都知事になってやりたいこと、それは都営住宅の新規建設を進めるということです。都営住宅建て替えはやってますけど、新しい都営住宅は石原都政以降20年以上にわたって1個も建設されておりません。だけど都営住宅に入りたい人が少なくなっているかというとそうじゃないんです。倍率は非常に高くて何回抽選しても当たらない、こういう人が多いです。また住まいの貧困で苦しんでいる人が多いです。都内にはネットカフェで寝泊まりをして派遣やパートで働いている青年労働者が4000人を超えております。
また脱法ハウスといったとても人間の住まいとは思えない倉庫をベニヤ板で間仕切りをして、わずか2畳のところに住民票を移して、そこで家賃の2、3万円を払って派遣労働者やパートアルバイトとして働いている人が何千人といます。こういうような人たちにちゃんと家賃を補助をして、アパート、マンションで住めるようにする、5万、6万の家賃を補助する、家賃補助制度を私は導入します。そして、住まいの貧困をなくしていきたいと考えております。ヨーロッパでは、住まいの権利は基本的人権の一つと位置づけられております。ちゃんと人間らしいところに住める。これは国家も自治体も、すべての国民、すべての都民に保障すべきことです。私が実現したいこと、後継約条例を作ることです。後継約条例というのは、東京都が発注する事業、公共事業を受ける民間企業ので働いている労働者の賃金を一定水準以上に設定をして、そういう賃金を払ってない民間企業は、東京都の事業を受注できなくさせる政策です。現在の東京都の最低賃金は1013円です。しかしながら時給1013円でフル稼働しても、その収入というのは生活保護水準とそう変わらないんです。だいたい普通に働いて人間らしい生活ができるためには時給1500円以上が必要です。したがって私は東京都の事業を受注できる企業の社員の給料は最低時給1500円以上でないと受注できなくさせます。そして男女差があってはダメです。男女平等賃金でないと受注できなくさせます。こういうして賃金の底上げをしてまいりたいと考えております。また日本の貧困や格差の拡大の一つの要因になっているのが労働政策の貧困です。とりわけ非正規労働者、雇用の不安定、コロナ災害なんかが発生すると真っ先に解雇される、さらに賃金が低い、こういう不安定な労働者、非正規労働者が年々増えてます。12年前にリーマンショックが発生して、その後派遣切りが発生し、大量の派遣労働者が寮や社宅を追い出されて野宿を余儀なくされました。この時私たちは日比谷公園に年越し派遣村を作って、そういう労働者の支援活動を行ってまいりました。この時の非正規労働者の数、だいたい日本全体で1700万人ぐらいだったんです。本当はこの年越し派遣村の取り込みで仕事を失うだけで住まいを失ってしまう、そういう貧困が広がってんだと、こういう認識が日本国内に広がったと思います。だから政治はそういう不安定な働き方をなくす、そういう使命があったはずです。ところがその後もどんどん非正規労働者が増えて、現在は2100万人を超えております。全労働者の4割近くになってるんです。私は東京からまず非正規労働者を減らしていきたいと考えております。そしてできるだけ正規労働者、安定した雇用を増やしていく。そのためには東京都、まず下位より始めるべきです。東京都はできるだけ正規職員を採用すべきです。非正規の職員は減らすべきだと考えております。このような政策、さらに大井町、品川や大田区で問題になっている羽田空港の着陸する空港の低空飛行、実は離陸する飛行機は私の住んでいる江東区や江戸川区の上を飛んでます。その下には病院や学校がたくさんあるわけです。騒音が大変問題がある、あるいは落下物での危険性がある。基本的にはこれまでは羽田空港の飛行機は海から侵入をして海に出る、これが原則でした。ところが多くの観光客を受け入れたい、こういう思いで思惑で飛行ルートを変えてしまったんです。今は
コロナ災害の下で大変飛行機の便数は減ってるんですけど、そういうことを実施してます。これは国交省が決めてるんです。私が都知事になりましたらこれを直ちにやめさせます。そして現在横田基地にはオスプレイが配備されてます。それから大型輸送機が配備されて連日猛烈な訓練をやってます。最近またパラシュートが羽村長官なんかに落ちたようです。以前は小学校にパラシュートが落ちたということです。大変横田基地周辺の住民は騒音に悩まされてます。そしてその飛行訓練で怖い思いをしてます。首都の中にこういう巨大な米軍基地があるわけです。これに対して私は都知事としてオスプレイの配備をやめさせます。そういう働きかけ、将来的には横田基地を縮小、日本に返還させる、こういう働きかけを日本政府にやっていきたいと思っております。私の長い間のサラ金問題やそれから都市越し派遣村の取り組みを通じて、私たちの住んでる社会っていうのは非常に問題があるというふうに感じてきました。そしてその社会の問題が鋭く突きつけられたのが今回のコロナ災害ではなかったかと思っております。私は多重債務者や派遣労働者の支援を取り組む中で、今の日本の社会っていうのは国民の命や暮らしよりも経済効率性を優先した社会ではなかったか、国民や市民の人権よりも経済効率性ばかりを優先した社会じゃなかったかと、そういうふうに見ております。そして2011年の原発事故もそういう政策の結果、ああいう事故が発生したんじゃないでしょうか。私はこういう社会の在り方が問われているのが今回のコロナ災害だと思っております。経済成長を第一に考える、そして成長すればそのおこぼれ、トリクルダウンが貧しい人にも滴り落ちてくる、それでもって国民全体が豊かになるんだと、こういう考え方っていうのは明らかに誤りだったってことが今回明らかになったんではないでしょうか。というように多くの人が失った。あっという間に何十年も築いてきた継続が困難になり廃業に追い込まれる。その中には自ら命を絶つ人が出てきてるんです。こういうような社会の転換が今求められております。私は経済効率性よりも国民、都民、市民の命や暮らしを大切にする社会、経済効率性よりも人々の人権を大切にする社会、競争社会で自己責任を要求する社会よりも社会的連帯や支え合いを重視する社会、そういう社会への転換が今こそ求められていると考えております。そして東京は都民の命や暮らし、都民一人一人の人権を大切にする社会的連帯や支え合いを重視する、そういう街に転換しなきゃいけない、転換していかなきゃいけないと考えております。そういう東京こそが都民一人一人が希望の持てる東京になるんではないでしょうか。誰一人取り残さない、そういう東京が実現するんじゃないでしょうか。私は今回の都知事選、生存権がかかった選挙、そして生存権を本当に守る社会は経済効率性よりも都民一人一人の命や暮らし、人権を大切にして社会的連帯や支え合いを重視する、そういう東京だと思っております。これが私たちが求める東京だと思っております。それは一口で言えば希望の持てる東京、希望の街東京ではないかと思っております。そういう東京を作るために頑張ってまいります。ぜひご理解とご支援をいただければと思っております。
最後の街頭演説聞いていただきまして大変ありがとうございます。なお24時まではズーム凱旋を行う予定です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ですね、はい、都庁前ですね。音は大丈夫ですかね。はい、皆さんどうだったでしょうか。スタジオでもですね、聞こえないとは分かっていながら大きな拍手が最後沸き立ちました。宇都宮さんはですね、皆さんご覧のように東京都庁いらっしゃいます。今も立っておられます。一番最初のですね、凱旋も実は都庁からやってたった一人でですね、まあ、コロナの中で表明もして第一声も都庁 で最後もですね、やっぱり都庁でやりたいっていうことを今日宇都宮さんおっしゃってですね、まあたった一人でやっていただこうと、数名のスタッフだけで今、おりますが指さしておられますけど、まあ、小池さんはこの中にね、どうですか山岸さん、どうなんでしょうね、中に入っているのかどこにいらっしゃるのか分かりませんけど、同じ場所で同じ内容の訴えだったと思うんですけれども、全く違った意味を持って初日と今日この瞬間とで聞こえてきたように思います。宇都宮さんおっしゃってること、経済効率性よりも命と暮らしを守る都政とおっしゃってること、この3日連続100人超えで、一方で都知事は夜の街バッシングをしているという、こういう状況の中で改めてこの訴え聞くと、まさに本当に今問われていることは都民の命と暮らしを守る都政を取り戻していくことなんだな、まあ、本当に身につまされる、本当に染み入ってくるような話でした。そうですね、はい、では山岸さん、そして、ちょっともう退出されたと思いますけど、酒井さん、それから、もう一方葛飾の、水間さん、ありがとうございました。練馬でもこの後、はい、頑張ってください。最後までマイクは使いませんけど、はい、行ってまいります。はい、もう声を出していってらっしゃい。はい、じゃあ休憩を入れますか。はい、それではですね、10分間でいいですかね。はい、10分間これで休憩を入れますので、また10分後にお目にかかりましょう。お願いいたします。ダープとが一つの決断した要因になっています。それからもう一つは新型ウイルス、新型コロナウイルス感染症が広がりまして、その関係で国や東京都が自粛要請や休業要請をしたところ、多くの都民市民が仕事を失い、また営業が継続できなくなり、中には住まいを失って路上生活を余儀なくされる、こういう人が大量に出てきてます。で、こういう人々の対する対策、保障の徹底とか。